こんにちは、みかけです。今日もギラギラ太陽で暑いですね。熱中症に注意してくださいね、皆さん。昨夜もライブ配信ちょっと遅い深夜帯に回したんですけれども、見に来てくださった方々どうもありがとうございます。深夜枠でもお久しぶりの方や初見の方、いつも見に来てくださっている方と楽しく過ごせてみかけはうれぴーですまた急にいろんな時間にライブ回すかもしれないんですけど、お時間合う際はぜひ遊びに来てくださいね。今日は前にもらった250番さん T シャツ着ています。それで今日はなんと素敵なプレゼントが届きました。早速紹介したいと思います。こちらちょっと開けてみたいと思います。かわいい、これパジャマズボン上下セットでいただきますと嬉しい。深夜配信の時は結構パジャマで配信する時もあるんで、とっても嬉しいです。もう一着いただきました。早速開けてみたいと思います。あー、かわいい、かわいい。こちらも上下セットでいただきました。どうもありがとうございます。メッセージ紹介したいと思います。新しいルーブウェアでブツブツ早く治りますように。浜さんどうもありがとうございます。深夜配信の際に行きたいと思います。嬉しい。皆さんは寝るとき部屋着派ですか、パジャマ派ですか？見かけは今パジャマ派です。1年くらい前かな、一回動画でも話したんですけども、金縛りすごいあったりとか、悪夢見たりとかっていう時期がありました。寝つきが悪かったりとか結構悩んじゃってですね、携帯で安眠よく眠れる方法とかって調べたら、パジャマパジャマっていっぱい出てきたんですよ。読んでみて、なるほど、パジャマ着てみようって思ってパジャマを買って着てみました。そしたらなんとスーッと自然に眠りについて、朝まで一度も起きずぐっすりと眠れました。すごくよく眠れています。金縛りももうないです。なかなか寝れないなーとか悩むこともなくなりました。今寝つきがちょっと悪いよとか、何度も深夜に起きちゃって寝不足だとか悩んでる方いたら、ぜひパジャマ着てみてくださいね。子供の頃以来に来たんですけど、素晴らしいですね、パジャマは本当に。そんなパジャマのいいところいくつか紹介していきたいと思います。寝るときにジャージとかスウェットとか T シャツ短パンで寝るってこと結構見かけもあったんですよ。どれもゆったりしてて動きやすくて快適に眠れそうなイメージですよね。その部屋着なんですけども、実はデメリットが隠れているようです。汗を吸い取りにくかったりとか、ベタついたりとか、熱がこもりやすかったりとか、逆に冷えすぎちゃったりとか、体温調整がすごい部屋着だと難しいそうです。一方パジャマは吸湿性、通気性に優れているので、汗をかいてもベタつきにくく、心地よく
眠ることができます。ワコールさんが行った実験によると、普段パジャマを着てない人にパジャマを着て寝てもらったところ、寝つきまでの時間が普段よりもなんと9分も短縮されたという結果が出たそうです。さらに寝ている途中で起きてしまう回数も減らせ、安眠効果があるということが分かりました。また起きる寝るのオンオフのスイッチサイクルを作るのにもパジャマはすごくいいそうなんですよ。入眠儀式の一部として取り入れると睡眠モードへの切り替えがスムーズになります。逆に朝起きた時パジャマから部屋着外着に着替えることで起きるモードに意識を切り替えられて、一日にメリハリをつける効果も期待できます。パジャマを着て寝るのっていいことたくさんですね。寝つきが悪いとかよく起きちゃうって悩んでる方、ぜひ試してみてくださいね。上着を持っていつもの行きたいと思います。ティリティ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 、かわいいかわいい、ルームウェア、深夜配信楽しみ楽しみ、みかげち、デュエデュエ、おしゃれだ、かわいい。嬉しい嬉しい。チチ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 治るようにこまめな掃除とか食生活とか頑張っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で、またチチ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 チ